はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきます。はい、ということで、はい、今回なんですけどもね、新キャラクターのね、はい、こちら、ブルック、ロビンが来たということで、まあ、大変にぎわしておるんですけども、はい、思った以上にブルックがバカ強すぎてびっくりした。はい。まあね、この後にですね、まあ何が強いのか、まあ誰に対して弱いのかっていうのをね、徹底的に解説したやつを動画であげるんで、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい。てなわけで、今回なんですけども、こちらのイベントメダル。はい。こちらね、ゾロと、そしてチョッパーが来たんですけども、これね、しっかりと使えていけるので、今回はですね、おすすめ編成を紹介していきたいと思います。うん。まず、このゾロのメダルに関して言うと、お宝出し中の敵に攻撃した時スキル2のクールタイムを 3% 短縮していくという形なので、基本的にはディフェンダーアタッカーにつけていくメダルになってきます。はい。でですね、こちら、チョッパーになってくるんですけども、敵チームのお宝エリアにお宝ゲージが、50% 以上の時ダッシュ速度が 6% 増加すると、はい、いう感じで、これめちゃくちゃいいんだよね。はい。まあなんで今回ですね、こちらの2つのおすすめ編成を紹介していきたいと思います。はい。ってな感じで、まずはこちらになってくるんですが、まあこれね、チョッパー、チョッパーってよかったっけと思う方いるかもしれませんけども、こちら、はい、チョッパー3種ですね。これめちゃくちゃいいから、はい、って感じで、まあ今回のこちらの敵チームのお宝エリアね、お宝ゲージが 50% 以上の時に脱出速度 6% 増加で、これがですね、味方がいない時脱出速度が 8% 増加。はい。そしてですね、こちらのチョパエも、お宝を脱出したらスキル1を短縮していく。まあ今のキャラクターとかね、まあおでんとか、そしてカイドウとかキングとか、まあスキル1が強いキャラクターがいるので、しっかりと合ってくる。うん。で、繊維で脱出速度が 20% 増加、回避が 10%、スキル2が 20%、スキル1が 14% という形になってるんで、脱出速度が上がってて、なおかつですね、まあ旗を抜いた時の恩恵があるんで、まあ非常におすすめのセットになっております。うん、特にね、最近なんですけども、まあ、最近去年からかな、はい、このチョッパー編成、こちらのですね、はい、この2枚を組み合わせで、そしてプラスマルコを編成した、メダルがですね、ちょっと流行ってたんですよね。うん。で、それよりも今回のこちらの方のが圧倒的にいいので、ぜひともこちらをね、試してほしいです。まあゲッタにマジでおすすめのメダルになってきます。はい。そしてですね、こちらのゾロなんですけども、まあゾロってね、基本メダルがね、あんまり使えてこないんですよね。ちょっとタグがまあ少ないっていうのもあるんですけども、やっぱりこの戦闘員ってやつがですね、これ合わせにくいんですよね。うん。なので基本的にはこのね、今のあのタグが多い環境、メダルの環境でやっぱり合ってこないっていうのがあります。はい。まあこれをですね、まあ最近始められた方合わせていくのであれば、この工場キャラクターのこの2体を合わせていきましょう。はい。これがですね、スキル2の短縮、そしてですね、これもスキル2の短縮、これは自陣にいるときに短縮します。うん。でこれがですね、自陣のお宝にいるときにスキル1なので、スキル1スキル2ともに、非常に短縮していくメダルになっております。はい。で、与えるダメージが 7%、ダッシュ 14%、スキル2が 20%、スキル1が 14% で、まあかなりね、常時スキルは短縮していくように今回編成してるので、まあディフェンダーとかにね、非常に使いやすいものになってるので、まあぜひともね、こちら、使ってみてください。はい。まあてな感じで、今回のね、編成、おすすめ編成はこういった形になるのでね、特にまあチョッパーの方はね、まあ普通に使っていけれるメダルになってくるので、ぜひともやってみてください。で、今回のですね、こちらブルック、ロビンのサポートタグ、そしてですね、メダルをですね、ご紹介していきたいと思います。はい。メダルに関してで言うとね、まあそこまで、必要ないかなというふうには思うんですが、一応ロビンがですね、自陣のお宝エリアに、敵に攻撃した時当たるダメージが 5% 増加してくるタグがですね、こういった形になってます。まあね、最強メダルとして今のところ使うことはないかなというふうに思いますね。うん。で、打ち入りブルックのメダルなんですけども、敵を凍結状態にした時スキル1のクールタイムを 6% 短縮していくものなので、これに関してで言うと、ブルックが欲しい方、ブルックが手に入れた方はですね、このメダル非常に強いと思うので、まあブルックをね、まあゲットされた方はぜひとも作ってみてください。はい。そしてですね、まあ今回の2キャラクターの、まあサポートタグ、になってくるんですけども、はい、ロビンがですね、こちらになってきます。アタッカー麦わらの一味、超人系能力者、新世界と。まあ、ロビンはね、本当に非常に、サポートにも使えてくるキャラクターでいいんですけども、
青に関して言うと他にもめちゃくちゃ優秀なキャラクターが多いから、まあ、今回ねそれを狙って、まあ、取りに行くっていうのはやめた方がいいと思います。はい。でロビンね、いろんなキャラクターたちと戦って思ったんですけども、まあ、しっかりね環境にも使えてキャラクターなんですけども、まあ本当に非常にキングに特化した、キングを倒すのに特化したキャラクターみたいな、感じのイメージがあります。はい。まあカイドウともね、対マン、何回かしたんですけども勝ったり負けたりといった状況になるので、まあ本当にキングに対して非常に強いなっていう印象が今のとこあります。はい。ただね、オリンに関して、まあ他の赤キャラクターのオリン、ゾロに関しては、まあ、ちょっときついかなというふうに思います。で今回の、こちらのブルック、まあ、今回の当たりキャラですね。はい。まあ、ブルックもですねサポートをかなり優秀なキャラクター、になってくるので、まあ、赤キャラクターなのでこれはねサポートの意味でもゲットしておくのはありだと思います。はい。で、まあ、サポートね、優秀で、まあ、メダルの方が、まあ、あんな感じだったんで、まあ、ブルックをね、使いたい方は本当に引いといた方がいいかな、というふうに、まあ、個人的には思います。めちゃくちゃ強かったです。マジで対マンはね、このブルック最強格になってくると思うので、まあ、ぜひともね、この後に出す動画、徹底的に、キャラクターと戦ったやつとかも映像もあるので、そちらで、引くかどうか最終判断してみてください。てな感じで今回はこれで以上になります。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。バイバイ。